1 9 9 9ット4とは、アテン群に属する地球近傍天体の一つである。衛星 S-20011 を持つ。主星を α、衛星を β と呼ぶこともある。2019年8月27日、小惑星センターにより、主星がマシュップ、衛星がスカントと命名された。マシュップは、モヒガン族の神話に登場する。 ニューイングランドの海岸に住むという巨人。スカントはマシュップの妻である。1 9 9 9ット4と S2011 の動き。1 9 9 9ット4は主星アルファと衛星ベータの性質が著しく異なる。アルファは平均直径1 3 2トルの小さな小惑星で、 三軸径は 1.53km、1.50km、1.35km である。赤道がほぼ円形に膨らんでおり、ダイヤモンドのような形をしている。2.8時間という早い周期で自転しており、平均密度が1 9 7 g ートルと低い値を持つことから、アルファはダブルパイル構造を持つスカスカな構成であり、 アルファを構成する粒子が時点の遠心力で赤道方向に集まった結果、現在の形を持っていると考えられている。質量は23億530万トンである。ベータは平均直径450メートルとアルファの34%ほどの大きさしかない小さな衛星である。高点半径は2.6キロメートルとアルファの半径の4倍程度しか離れておらず。 この短い交点半径を17.4時間で交点している。また、ベータの時点もこれに同期している。質量は、α の5.7%の1億3500万トンである。ベータの三軸径は571メートル463メートル349メートルと、α のような特徴的な形を持たない不定形である。また、平均密度は2.81。 グラムマイリッポーセンチメートルとアルファの1.4倍の密度を持つ。1999キロワット4は、連星系を保てる限界の速度で高速回転しており、かなりふらついている。衛星を持つ小惑星は回転速度が様々であるが、その生成過程にはヨープ効果が関与しているという研究もある。それによれば、ヨープ効果によって数百万年かけて、 アルファの時点が加速すると、ラブルパイル構造を持つ構成物質が赤道付近に集まる。その一部が時点による遠心力で分離し、衛星になったというものである。この理論では、アルファの形状や、アルファとベータの平均密度の差を説明できる。また、時点の加速によって物質が赤道付近に移動すれば、アルファの極は表面物質が少なく、 小惑星の内部を構成する物質が剥き出しで存在する可能性がある。もしそうであれば小惑星の表面を掘らずに内部の物質をサンプルリターンすることも可能であると考えられる。1 9 9 9ット4の軌道長半径は9200万キロメートルであり、近日点は水星よりも内側の3000万キロメ日点は地球の軌道と ほぼ接す,する1億6200万キロメートルである。1 9 9 9ット4はこの軌道をほぼ半年で公転している。そして軌道傾斜角は1.92度とほとんど傾いていない。このため1 9 9 9ット4は地球近傍天体であり直径も大きいため潜在的に危険な小惑星でもある。 地球軌道との最小交差距離無イ,イドは215万 3000km である。頻繁に接近するため観測や研究が行われている。実際、発見された2年後の最接近時に 1999kW4 に衛星があることが分かっている。また、レーダー観測による詳しい形状や回転周期などのデータも得られており、ヨープ効果によって 小惑星に衛星が誕生するという理論の下地にもなっている。発見時の1999年には6月3日に地球から3155万キロメートルまで接近した。2年後の2001年5月23日には地球から424万キロメートルまで接近した。これほど接近するのは前回は1984年5月25日で、 この時には地球から240万キロメートルまで接近していた。次回は2019年5月25日の518万キロメートルである。近年で最も接近するのは2124年5月26日の211万キロメートルである。光天周期がほぼ半年のため地球に最も接近するのは必ず5月末から6月初めにかけてである。 詳細な軌道計算によって少なくとも1000年間は地球に直接の影響はないと考えられている。1999kW4 は1999年5月20日に LINER によって発見された。2001年5月21日から23日にかけての観測で 1999kW4 に衛星が存在することが分かった。 2006年には 1999kW4 を構成する α と β の詳細な形や質量などが分かり、互いに異なる性質を持つ奇妙な連成形であることが分かった。2008年ヨープ効果による時点の加速によって 1999kW4 の α の形状と β の生成に関する説明がなされた。ありがとうございます。